ここのところ暑くなったり寒くなったり、体調管理が難しい季節になってきたね。花粉もそこかしこで飛んでるよな。PM2.5 も警戒する必要があるぜ。でもそうこうしているうちに、あっという間に蒸し暑い梅雨がやってくるよね。今のうちからカビ対策を進めていた方が良さそうだよ。いろいろと大変な季節の変わり目だけど、健康第一で日々を送っていきたいね。そうだね。さて今回は、中国の第5世代ステルス戦闘機 J20 の量産と配備が進んでいることについて解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。2022年4月14日付の読売新聞オンラインの読売新聞北京特派員の記事において、中国空軍の第5世代ステルス戦闘機 1020J20 の開発製造元の中国国有企業中国航空工業集団の幹部による記者会見で、中国空軍が東シナ海及び南シナ海での飛行訓練を実施していることを明らかにしたと伝えているよ。中国航空工業集団の幹部によると、J20 は国産エンジンの開発に成功したことにより量産が進められていて、実戦部隊への配備が進んだ結果として、東シナ海及び南シナ海での訓練が半ば状態化しているとして、東シナ海においては実戦での戦闘を視野に入れた巡航訓練などが実施されているんだって。中国メディアによれば、以前より中国軍ではこの先の台湾有事を想定して、管轄である東部戦区の核飛行部隊に J20 の配備を2019年から進めているとされていたんだけど、今回の記者会見の内容が事実であれば、南シナ海を管轄とする南部戦区へも J20 の配属が進んでいることになるよ。2022年3月19日に中国メディア海峡回答が、3月14日に開催されたアメリカ空軍協会のミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションでの、アメリカ太平洋空軍司令官ケネス・ウィルスバック大将の発言として、東シナ海で J20 とアメリカ軍の第5世代ステルス戦闘機、F-35 ライトニング2が東シナ海で遭遇したと報じているんだ。それによると、ウィルズバック司令官は F-35 が東シナ海で J20 に遭遇したことを認め、中国空軍の早期警戒艦機空警 500KJ500 との連携による飛行訓練を実施しているようだとして、指揮と統制が取れているようで感銘を受けたと語ったんだって。そして、ウィルズバック司令官は J20 がどのような意図で開発が進められているのか、F-35 のような対地対艦攻撃などの任務をこなすマルチロールとなるのか、あるいは F-22 ラプターのように制空戦闘機となるのかは現時点ではわからない、と語ったとされており J-20 の性能などについての言及はなかったと見られているよ。ただ、このミッチェル航空宇宙研究所のオンラインディスカッションについて報道している、世界のメディアはほとんどなく、ウィルズバック司令官が J-20 に、感銘を受けたと語ったことを伝えているのは海峡回答のみなんだ。唯一、台湾通信がこのオンラインディスカッションのものと思われる記事を発しているんだけど、ウィルズバック司令官の段として掲載されているのはウクライナ情勢に絡んだ発言で、太平洋上で中国軍とロシア軍による爆撃機、指揮統制機、タンカーが参加する統合爆撃機パトロールが数回行われたが、大規模なものではなかったと指摘したことのみだから J20 に言及したことについての信憑性は低いと見られているね。J20 について詳しく、J20 は中国航空工業集団公司が、中国空軍のために開発した双発ステルス制空戦闘機で、アジアでは最初に運用された第5世代ステルス戦闘機であるとされ、アメリカ軍とロッキード・マーティン社が世界に先駆けて開発したステルス攻撃機、F-117 ナイトホークの技術を参考にしたとの噂があるぜ。またお得意のパクリなのかな？ F-117 ってどんなステルス攻撃機なの？ F-117 は1983年10月からアメリカ空軍によって運用された世界で初めて実用化に成功したステルス機で、1999年にコソボ紛争の際に撃墜された機体の残骸が、中国に渡ったことが明らかになっていることからそのような噂が広まっているんだけど、中国軍側ではこれを否定しアメリカ軍側も懐疑的な見方をしているようだね。J20 の初飛行は2011年1月で、2017年から運用が始まり、2021年末までに200機ほどが生産され実戦部隊に配備されていると見られているよ。機体はかなり大型で、同じ第5世代であるアメリカの F-22 やロシアのスホイ57より一回り大きく、機体前方のカナード翼と後縁に向かって緩い前進角を持つ、デルタ翼に近い主翼を組み合わせたクロースカップルドデルタ翼を採用しているんだ。この形式はユーロファイタータイフーンやラファールなど、ヨーロッパの戦闘機によく見られる形式であり、垂直尾翼などの傾斜は胴体側面の角度と等しくなっているよ。このカナード翼と垂直尾翼はどちらも誘導式で、垂直尾翼は90度近くまで作動することからエアブレーキの機能があると見られているね。機体のステルス性能についての詳細は不明なんだけど、
F117 のステルス技術を参考にしたとの説にもとって、F117 のレーダー反射断面積値 RCS である 0.025 平方メートルと同程度とする見方があるんだ。このレーダー反射断面積値が小さければ小さいほどレーダーに映される姿が小さくなり、アメリカ軍機における RCS 値は、第4世代の F-15 イーグルが10平方メートル、第 4.5 世代とされる FA-18E スーパーホーネットでは1平方メートルとなり、第5世代の F-22 と F-35 では 0.005 平方メートルとなっているぜ。また、J-20 のアビオニクスは最新のものが搭載されていて、アクティブ電子ソーサーレイ ASA レーダーを搭載しており、約2000から2200個の送受信モジュールを備え、その出力電力は 24kW に達するとされているな。送受信モジュールの数と出力電力の大きさは F-22 に搭載されている ANAPG-77 を上回っているために、J-20 が搭載している ASA レーダーは ANAPG-77 より探知距離が長く、より早期に相手を発見できる可能性があると推測されているみたい。また、J-20 には F-35 の ANAQ-37EODAS によく似た分散開口システム DAS を採用しており、機体各部に複数のセンサーを備えていると見られていて、機種の下面には F-35 と同じように EOTS-EOTS-86 が備えられていて、対空目標の捕捉と照準が大きく強化されているとの見方もあるよ。そして、J-20 に搭載されている2機のエンジンについては初飛行当初から様々な噂があるんだけど、試作初号機ではロシア製のサプールン 117S ターボファンエンジンが搭載されていたとみられ、2号機には中国製エンジンの WS-10G が搭載されたと言われているね。J-20 には本来であれば専用エンジンとして、開発が進められていた WS-15 が搭載されるはずであったが、試験で爆発事故などを起こしたためその開発が大きく遅れており、実用化された機体にはロシアのスホイ27フランカーに搭載されている、サプールンエール 31FM2 が採用されていたな。しかし、その後 J-10 や J-11 に搭載されていた WS-10 において、水力と信頼性が向上した WS-10C が開発されたことから、WS-15 に代わり暫定的に WS-10C が搭載されて量産を開始したと見られているぜ。なお、J-20 では第5世代戦闘機としては世界で初めて、複座型の機体が製作されているのが明らかになっているんだけど、これはいわゆるロイヤルウィングマンと呼ばれるステルス無人航空機とのチーミング構想において、後席の乗員がそれら無人航空機の統制を行うためと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ今日も雑学の時間だよ。待ってました。今日はお茶漬けにあられが入っている本当の理由を話してみようか。市販されているお茶漬けの元には、あられが入っているものが多いよね。柔らかな食感のお茶漬けだけど、あられが入ることによってカリカリとした歯ごたえが加わり、より一層お茶漬けが美味しくなるよね。あられはお茶漬けを美味しくするために入れられていると思われているけど、実はもともとは違うんだよ。お茶漬けのあられは美味しくするためではなく、お茶漬けの元を乾燥させるために入れられているんだよ。実はお茶漬けよりも前に、京都のぶぶ漬けにはあられが入れられており、これがお茶漬けにあられを入れるルーツになったとされているんだ。現代では、ぶぶ漬けといえばお茶漬けのことだと認知されているけど、本来、ぶぶ漬けのぶぶとはお湯のことであり、ぶぶ漬けとはつまりご飯のお湯漬けのことだった。昔の京都に住む人はあまり食事にお金をかけずに、なるべく食事は質素に済ませるような一面があったんだって。そして、ぶぶ漬けは漬物などと一緒に食べられていたんだけど、あられも入れて食べられるようになったんだ。ご飯を食べた後にお椀に米粒が残らないように、最後にお湯を入れて食べるのも当時の知恵だったみたいだよ。お茶漬けの素が全国的に普及するようになったのは、第二次世界大戦後なんだ。開発当時はまだ現在ほどの技術力がなく、お茶漬けの素を完全に密封することができないため、湿気ですぐに湿ってしまうことが商品のネックとなっていたんだ。お茶漬けの素が湿ってしまう問題は解決されていなかったけど、ぶぶ漬けの発想から、お茶漬けの素にあられを入れることになったんだ。すると、偶然にもあられが湿気を吸収するようになり、お茶漬けの素が乾燥したままになることが判明したんだよ。つまり、湿気を解決しようと投入されたわけではなく、偶然の産物として、お茶漬けの素の乾燥状態を保持する方法が見つかったんだ。それからは、様々な味のお茶漬けの素の湿気問題の解決策として、あられは大活躍することとなったよ。現代では袋を密封する技術があるため、実はあられを無理に入れる必要はないんだよ。しかし、依然として乾燥剤としての役割は果たしているし、当時の名残や多くの人の食べ慣れた味ということもあり、現在のお茶漬けの素の多くにはあられが入れられているんだ。乾燥状態の保持が不要なお店で食べるお茶漬けにもあられが入っていることがあるけど、
もともとはお茶漬けの元に入れられていたものが、逆輸入された形かもね。以上、お茶漬けにあられが入っている理由でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。潜水艦といえばスナイパーの一面がある戦闘兵器だけど、その価値がより高まったのは核弾頭搭載型ミサイルを発射できる戦略型潜水艦の登場が契機となったよ。戦略型潜水艦は、原子力を動力にすることで半永久的に航行が可能となり、その結果海があるところであればどこへでも隠密に行動し、敵国の喉元へ核兵器を突きつけることができるからな。まさに究極の抑止力としての効果を発揮するようになったよね。ちなみに、潜水艦にはかなりの隠密性が求められていることは周知の事実だと思うが、その他にも洋上での充電を行わずに済む能力ステルス性など、様々な能力が求められる兵器でもあり、世界各国はその開発にしのぎを削っているのも事実だぜ。特に、世界唯一の軍事大国となったアメリカが、自国では成し遂げられなかった高性能の開発を成し遂げた国として挙げたのは日本なんだよね。日本は、アメリカが我が国も撃ってほしいと懇願したとも言われるほど、高性能の潜水艦を開発することに成功しているんだよな。そうみたいだね。今回は、アメリカすら羨む日本の最新鋭潜水艦について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。遡ること2020年3月5日、兵庫県神戸市の三菱重工業神戸工場にて海上自衛隊の新潜水艦桜竜の引き渡し式が開かれたよ。海上自衛隊の主力潜水艦操縦型の11番艦である桜竜は、潜水艦の動力としては世界初のリチウムイオン蓄電池搭載の通常動力型潜水艦として就役したんだ。リチウムイオン電池、と言われてもピンとこないかもしれないけど、単純に言えばスマホの充電池とほぼ同じようなものですと聞けば、みんなもわかりやすいんじゃないかな。操縦型は世界最大のディーゼル潜水艦で、低振動で静粛性に優れ、世界有数の高性能艦としてアメリカをはじめとする各国から注目を集めているよ。そして、今回の桜竜からは、長時間潜航可能な、非待機依存推進 AIP 機関を海上自衛隊の潜水艦として初めて搭載することになったんだ。外機を必要としない AIP は、いくつかの方式があるんだけど、操縦型10番艦の昇竜までは水中の航続時間を伸ばすためにスターリングエンジンを搭載していたんだよね。スターリングエンジンを導入することで、海上自衛隊の潜水艦は長時間の潜航能力に秀でる性能を持つことになったってわけ。でも、これだけ優秀なスターリングエンジンをあえて捨て、最新鋭潜水艦にリチウムイオン電池がなぜ搭載されたのかな？もちろん、捨てたのではなくより性能のいいものを求めた結果ではあるんだけど、ここで現在の海上自衛隊の潜水艦の状況について、詳しく見てみようか。2022年現在、海上自衛隊の最新鋭潜水艦太平型以外で、リチウムイオン蓄電池を搭載して収益済みなのは操縦型潜水艦の11番艦桜竜呉基地所属第1潜水隊軍第3潜水隊と、12番艦東竜横須賀基地所属第2潜水隊軍第6潜水隊の2隻となっているよ。操縦型潜水艦の所言で分かっているのは全長 84.0 メートル、最大幅 9.1 メートル、水中排水量4200トンの大型通常動力潜水艦ということであり、10番艦昇竜までは非待機依存推進 AIP 対応のスターリングエンジンを搭載していたことは明らかになっているんだ。実は操縦型潜水艦の建造にあたって、当初の計画では先行中動力としてリチウムイオンなどの燃料電池の搭載が検討されていたことは、一般的にはあまり知られていなかったんだよね。この時に検討されていた燃料電池は、燃料の電気化学反応によって発電する電池のことで、通常の乾電池などを指す二次電池と違い、様々な燃料を補充することで永続的に発電可能かつ発電効率の高い電池として各方面で研究が進められていたものだったんだ。防衛省傘下の防衛装備庁では、当初ナトリウムアマルガム燃料電池の採用を検討したんだけも、使用される水銀が大量に必要であったため断念し、酸素及び水素型電池の開発に舵を切り直したよ。でも、下記厳禁の取り扱いを要する酸素や水素を潜水艦内部に搭載することの懸念があり、結局操縦型潜水艦には AIP スターリングエンジンの搭載を決定し、当時の技術研究本部ではその後を見据えて、水面下で次世代潜水艦用蓄電池となるリチウムイオン蓄電池の開発を進めていたってわけ。そして、その開発の成果が実り、桜竜以降の潜水艦には、リチウムイオン蓄電池を動力とした機関を採用することになったわけなんだ。ちなみに、リチウムイオン蓄電池のメリットは、鉛蓄電池の欠点であった水素ガスの発生がゼロあることや、
エネルギー密度が2倍以上かつ 1.5 倍以上の繰り返し重放電回数ができるようになること、おまけに充電時間も短いことから、長期間海中で任務を遂行する潜水艦として優れた特性を発揮することができると判断されたことにあるぜ。海上自衛隊としては、リチウムイオン蓄電池を操縦型の5番艦随龍から搭載したい意向ではあったが、別関係の大芸型から搭載することに計画を変更しつつも、結局は前途した11番艦王龍から搭載されることになったんだよな。そうそう。これは、中国などの軍事的脅威に対抗するために性能の高い潜水艦の配備が急務であったことなど、様々な事情があったためだね。中国から言わせれば、こんな潜水艦がいきなり上海の沖合に現れて攻撃でも仕掛けられては、たまったものではないもんね。そうだね。さて、リチウムイオン蓄電池を搭載するにあたり、操縦型のスターリング AIP 機関は踏襲され、鉛蓄電池とリチウムイオン蓄電池を交換する方法、あるいはスターリング AIP システムも含めてリチウムイオン蓄電池と置き換える方法の3つが検討されたんだ。相互比較した結果、後者のプランの方が、コストは高くなるが水中出力が大きく、連続潜航時間が長くなると判断され採用に至ったみたい。ちなみに、リチウムイオン蓄電池を採用することによって高性能になったと思われがちだが、実際のところスターリング AIP システム搭載艦と比較すると時空間力が8000馬力から5600馬力に落ちているんだよな。とはいえ、潜水艦は馬力が勝負の兵器ではないからな。そうだね。他の操縦型潜水艦と比べて、欧遊投遊は水中における最大速力が、20ノット時速 37km から18ノット時速 33km に低下しているのは事実なんだけど、問題はその速力の持続力にあるんだよね。以前の操縦型潜水艦の場合、搭載している鉛蓄電池が高出力を発揮する時間は意外と短くなっており、10番艦までは最高出力20ノットを維持できる時間はなんと5分間であり、連続潜航時の水中最高速度は16ノットまでしか出せないんだ。一方、欧遊投遊のリチウムイオン蓄電池ならば、長時間にわたり持続して高出力を発揮することができるため、最高出力18ノットを数十分維持することが可能な能力を持つことになったってわけだ。さらに、連続潜航時間が10番艦までは2週間だったものが1ヶ月に伸びていることなど、航続距離や潜水時間についてもかなりの性能アップがなされているんだぜ。また、充電に必要なシュノーケル航行時間も格段に改善されているみたいだよ。以前の操縦型で採用していたディーゼルスターリングエレクトリック方式では、フル充電のためにシュノーケル航行時間が5から7時間は必要だったけど、リチウムイオン蓄電池は急速充電により2から3時間でフル充電が可能なため、シュノーケル航行時間が大幅に短縮され、敵から発見されるリスクが軽減されたんだ。そう考えると、欧遊投遊になっていこう。潜水艦としての総合的な能力は格段にアップしたと言っても過言じゃないね。さて、日本がここまで潜水艦の能力向上にこだわるのは、やはりシーレーン防衛のためであることは間違いないだろうね。資源のない島国である日本にとって、海上輸送の確保は国が生き延びるために必須であり、現に過去の戦争ではこのシーレーンを防衛することができなかったことで、結果的に敗戦したと言っても過言ではないよ。そして、シーレーンの防衛に欠かせないのはサイレントサービスとも呼称される潜水艦の存在だね。潜水艦は、その隠密性から商業船舶を攻撃するために必須の監視と言えるが、敵国の潜水艦の活動を阻害するためには、潜水艦を持って制することも必要なんだよな。そして、潜水艦はその隠密性から相手の目と鼻の先まで知られぬように侵入することができるよ。核弾頭ミサイルを装備した潜水艦が、ある日いきなり自国の周辺に現れ、察知されることなくそれを発射することができたらって考えるだけで、どこの国でも恐怖に駆られることは間違いないよね。本当だよね。潜水艦には、そういう隠密ゆえの恐怖という一面があるもんね。もちろん、非核三原則を持つ日本が自国の潜水艦に核弾頭ミサイルを装備することなど、絶対にありえないよ。ただ、絶対とは言い切れなくなっている実情ではある、と思うぜ。なら安心だと、中国や北朝鮮、それにロシアが思うかといえば、そうではないだろうしな。彼らが恐れていることは、日本の技術の結晶である潜水艦をアメリカや同盟国が購入することだよね。ああ、特にクアッドで親密さを深めているオーストラリアは、日本の潜水艦の購入を真剣に検討していたこともあり、アメリカも潜水艦隊の司令官が実際に欧遊に乗艦するなどして、興味があることを隠そうとはしていないからな。このように、アメリカをもうならせる日本の潜水艦技術だけど、現状では効果的な抑止力としての活用が大いに期待されているよ。特に昨今は、
中国やロシアの G 行動が盛んに行われていることから、それらに対する明確な対抗策として、欧州などの潜水艦の活躍が、日本の領土防衛につながるものと考えられるよね。それじゃあ今回はこの辺で。いつも見てくれてありがとう。よかったら、チャンネル登録してね。みんな、コロナが落ち着いてきて油断してるけど気をつけてくれよ。マスクもだけど中国にも油断しないでほしいね。大丈夫だよ。僕たちの視聴者を信じようよ。そうだね。なら今日の動画は終わりだよ。2021年7月現在、世界中でロッキード・マーチン社製の第5世代戦闘機、F-35 ライトニング2がアメリカの同盟国や友好国を中心に調達が進められていて、その市場をすでに独占していると言っても過言ではない状態だよ。比較的平和の時代とはいえ、ロッキード社は大儲けだな。軍事力の増強は平和な時代でも需要があるってことだね。むしろ平和な時代だからこそ、今のうちに軍備増強をするんだろうな。どれほど平和な時代が訪れても、兵器がこの世からなくなることはないんだよね。平和は戦争の形態が変化したものでしかないからね。哲学的な意見だな。ちなみにそれは何のアニメのセリフなんだ？それは僕の個人的な意見だよ。何でもかんでもアニメに結びつけるのやめてもらっていいですか？まさかお前からそんなセリフを言われるとはな。さてさて、そろそろ本題に入ろうよ。今回は冒頭の通り、F-35 ライトニング2についてだよ。それじゃあ行ってみよう。F-35 ライトニング2の製造数は、2020年までに全世界合計で5000機を超えることができると、ロッキード・マーチン社の一人勝ち状態がたびたびとピックに上がるほどだったんだよね。日本の航空自衛隊での F-35 ライトニング2の通常滑走路仕様の A 型を100日、短距離離陸垂直着陸が可能な B 型の40日、合計147機の調達を進められており、世界でも有数の保有国の仲間入りを果たしたぜ。これに並行して日本では F-35 ライトニング2専用施設の設置も実現化されており、愛知県にある三菱重工業の小牧南工場がアジア唯一の FACO と呼ばれる同期の最終組み立てを担う認可を2015年末に取得しているんだよな。FACO が設置されたことにより航空自衛隊の F-35 ライトニング2は最終組み立てを日本国内で行えることになり、アメリカから完成品の輸入という位置づけからさらに、一歩踏み込んだ対応を行えるものとして多数のメディアから注目を集めているよ。さらに三菱重工業の小牧南工場は、この FACO にとどまらず MRO&U と呼ばれるアジア太平洋地域の国際整備拠点としての認可も取得し兼備することとなり、これによって今後必須となる F-35 ライトニング2の重整備を自国内で可能にする体制が万全となっているんだ。F-35 ライトニング2戦闘機は、ベースとなるソフトウェアの更新をしなければ、能力をアップデートさせることができないようになっているため、結局のところ米国思想に基づいたものなんだよね。この戦闘機を持っている限りアメリカの友好国であり犬でもあり、裏切ってしまったらプログラミングをいじられる可能性だってあるということだね。うがった見方をすればそうなるな。ワンワン、当然 F-35 ライトニング2の FACO や MRO&U は軍事機密の巣窟となっている動機を詳細にわたって取り扱うことから、その設置場所や数は極めて制限されており、厳格なアメリカ側の言うことを聞いてくれて認可を得た国のみが持つことができるんだ。日本という国がそれだけアメリカに信頼されているってことにもなるよね。悪く言えばさっき言ったように言いなりとも取れるがな。具体的には FACO は本国アメリカとヨーロッパにはイタリア、そしてアジアとして日本という世界でも3カ所しか現在までのところ認可されておらず、近隣の周辺国もこれら3カ所の工場を得て F-35 ライトニング2を調達しなければならないという規定ができたよ。また MRO&U に関してもこれらアメリカ、イタリア、日本にオーストラリアを加えた世界で4カ所のみとなっており、今後も随時発生してくる F-35 ライトニング2のアップデートをこれらのいずれかで受けることが必須となっているんだ。これらの FACO や MRO&U の工場が今後も増設されるかどうかは未だ不明だが、2020年の新型コロナウイルスの流行以降は軍事予算を転用する国も増えたため、F-35 ライトニング2自体の調達数が減少傾向に転じているという現状だね。そういった経緯から現時点での新拠点工場への増設の可能性は極めて低いと見るのが、一般的な解釈だが、そうした流れに政治的な意味合いから逆行する姿勢を明らかにしている国も存在しているぜ。大体想像できるけど、それってどこの国なの？想像通り、それがお隣の韓国であり、
同国は2021年3月時点で F-35 ライトニング2の A 型を40機、B 型を20機の最大で60機の調達計画が挙げているけど、最短距離にある日本の MRO&U 工場の利用を拒否する姿勢なんだ。一見友好国のように見える韓国が日本の MRO&U 工場利用に難色を示している理由は、まず同国が先般企業と断罪する三菱重工業が運営していることに付け加えて、自国の最新鋭戦闘機を仮想敵国視する国に預けられるわけがないと判断したからだろうね。あの国は日本に対して変なプライドがあるからね。当の韓国政府としては、国内でも反対世論の声が大きい現状を無視して、日本の MRO&U 工場利用を推進するという決断はできず、従来から費用がかさんでしまうオーストラリアでの実施置きとして話を進めていたと見られているよ。2020年7月に NHK が日本の MRO&U 工場での F-35 ライトニング2の重整備の対象とされるのは、航空自衛及び在日在韓米軍そして韓国空軍の同期だと報じたことに、即座に韓国が異論を唱えてきたことで明らかになったんだ。しかし韓国も国内世論への影響を考慮したゆえの判断であり、軍事的合理性を著しく欠いているのら理解していても日本の MRO&U 工場にだけは、自国の F-35 ライトニング2を持ち込むことができないという意思表示なんだよな。ちなみに韓国が想定するオーストラリアに戦闘機を持っていった場合、ウィリアムズタウンにある MRO&U 工場までが約 8500km もの距離があり、航続距離の短い F-35 ライトニング2が到達するのに3日もかかると見積もられるぜ。非合理的が過ぎるよね。まあ日本に持ち込まれて、いろいろ難癖つけられるよりいいけどさ。単純計算で往復には最低でも6日以上の日数が必要となってしまい、軍事的な効率の観点から見てもかなり現実性も低いし、自国の軍事力を一時的にもダウンさせてしまう計画だということが素人目にも明らかな状況となってしまっているよね。このような現状から韓国が自らの費用で自国の F-35 ライトニング2のみの整備拠点の建設をするという、わがままなことを言っているらしいよ。これも非合理的だよな。もし仮に自国に整備拠点を設置したとしても、利用するのら韓国くらいだよ。なんたってすぐそばには我らが日本の整備拠点があるんだからね。こっちの方が安心安全、丁寧な仕事をすることは目に見えているもん。こうなった場合、オーストラリアに設置されている MRO&U 工場と同様の仕様で建設すれば、2050年前後までに必要となる金額は約750億円以上になるとも試算されているとも伝えられるのだが、韓国はその条件を飲むことができるのかな？初期費用や付帯費用がかさんでしまうため F-35 ライトニング2機あたりの単価を算出することは困難だが、日本の場合でも約120億円前後かかっており、これで算出すると6機分相当の値段がかかることになるんだ。この金額を高額と見るか妥当と見るかは、最終的には韓国政府が判断を下すしかないが、個人的には北朝鮮や中国に地理的政治的に近い韓国に、そうした選択肢を与えることには疑問しか湧いてこないんだよね。この韓国のラガママをアメリカがどのように汲み取って合意するのか断固として許さないのか行く末が楽しみだよな。お金を積まれたからといって許してしまうアメリカであれば、それはそれで世界的に非難を浴びることになるだろうし、許さなければ韓国の嫌がらせが増えることになるだろうな。一番良いのは韓国がオーストラリアまで往復してお金を落としていって自分の首を絞めて、首が回らなくなって仕方なく日本に依頼するというストーリーになることかな。まあでもさっき言っていたように、難癖や言いがかりをつけられるくらいならお断りだよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。